はい、こんにちは、スカイトムです。今日はですね、皆さんにね、レーンコンディションの読み方というか、ちょっとアドバイスをしたいなと思ってます。レーンコンディションとはね、レーンに塗られてるオイルなんですけど、やっぱり目に見えないんですよね。で、目に見えなくても皆さんがね、投げた時に、感触を覚えて、なんか今日は曲がるな、今日は曲がらないなとか、今日は走るな、走るなっていうか、ボールが思ったよりも行くなとか、手前から曲がるなっていう、投げてみないと感覚って分かんないんですよ。もちろんね、レーンコンディション表ってものがあってですね、それは一つのね、目安としてね、かなり重要なんですよね。でもレーンコンディションが ない時とか、そういう時のためにね、じゃちょっとね、どうやって読むのか、僕なりにね、説明してみたいと思います。じゃあ早速やってみましょう。はい、じゃあね、早速ね、ストライクをまずは取っていきたいと思います。いきましょう。今がね、おそらくね、ジャスポケのね、ストライクコースだと思うんですけど、じゃあこのレーンコンディション、どういうレーンコンディションなのか、ちょっとね、説明したいと思います。端っこに行くとですね、溝に近くなるほどね、めちゃくちゃボールが返ってくるんですよ。おそらく端の方にはオイルが入ってないコンディションだと思うんですよ。なので、一回ね、思いっきり外に出してみたいと思います。同じ立ち位置から外に出してみます。本来ならね、やっぱ今よりも外に出すってことは奥に行きそうなイメージなんですけど、逆に返ってきて厚めに来るか、もしくは裏に行くかだと思うんですよ。じゃあ早速やってみましょう。はい、立ち位置はさっきと一緒です。はい、今ね、ブルックリンのね、ストライクが出たんですけど、今見てお分かりのようにですね、外に、ね、出しすぎるとですね、オイルがないところに反応してボールが返ってくる現象が起きるんですよね。なので、このやっぱレーンにはですね、あまり外に振りすぎるとね、すごい返ってきちゃうんで、ここをね、調整しながらやった方がいいと思います。じゃあ今度逆にね、もうちょっと内側から奥に出してみたいと思います。おそらくね、今度はね、逆にね、すごい伸びる現象起きると思うんですよ。じゃあ早速やってみましょう。ストライクは出たんですけど、薄めのね、ストライク、薄めのね、で1番ピンに当たったのが分かったと思います。もう一回いきましょうね。さっきと同じ位置からですね、トーススパットを書いてます。外に出すときはスパットを右目狙ってます。で、ちょっと内に投げるときはスパットをね、外目よりも当たり前に左側でスパット見ながら、投げてます。こんな感じにね、同じ立ち位置でもですね、ボールをね、どこに振るかでポケットにつく入射角度変わってくるんですよ。なので、今僕が投げた感じではですね、外に出しすぎると曲がる、じゃあ逆に内で奥に出しすぎると抜けるって現象なんで、そこの間を取って投げたいと思います。うまい。はい、って感じでね、今みたいにね、フッキングポイントをね、どこに持ってくるか、曲がるところのポイントをどこに持ってくるかで、ストライク、1番ピン、ヘッドピンに当たるコースが、角度がね、変わってくるので、レーンコンディション見るときはですね、このやり方が一番ではないんですけど、今日はなんか抜けるなとか、今日はなんか曲がるなとか、いろいろ自分でね、試行錯誤しながら、模索しながらやっていくといいと思います。で、今回僕はレーンコンディションだけを見て、立ち位置とか投げる位置とかでアジャストしたんですけど、もちろんね、ボールを変えるっていう選択もあるんですよ。で、今度同じボールで表面を変えるって選択肢もあるんですよ。で、やっぱり上手い人、上級者はですね、いろんな引き出しを持ってるので、皆さんでボーリングをね、楽しんでいっぱい研究してください。はい、この動画が面白かったらですね、ぜひね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また配信します。カイトモでした。バイバイ。よっしゃ、じゃあストライクいこうか。よかった、決まって。